皆さんこんにちは、南砺市商工会青年部です。今年度より部長をさせていただいております島田光弘です。今回の南中部はチャレンジマイスター事業です。地域の小学生を対象に青年部員が講師となって無料で子どもたちが体験できる授業となっております。ぜひその様子をご覧ください。パティスリー町並みラパンの今井恵理子です。今回のチャレンジマイスターではいろいろな形のクッキーにカラフルなお砂糖で絵を描いてもらうアイシングクッキーお絵描き体験を行いました。皆さんとても真剣に取り組んでくれて、出来上がったクッキーはどれも色鮮やかで可愛い世界に一つのオリジナルクッキーがたくさん出来上がり、見ている私もとっても楽しかったです。お家でもコツなどを思い出しながらまた作ってみてください。桜ヶ池の湖畔にあります料理旅館満水閣の武田周平です。今回のチャレンジマイスターでは、手に入りやすい食材を使って野菜の押し寿司体験を行いました。このような形で人様に教えるのは私自身初めての経験で、とても緊張しましたが、当日楽しそうに取り組んでおられる姿を見ることができてとても嬉しかったです。今回はこの木製の型を使って、押し寿司を作りましたが、こちらがなくてもですね、ご家庭にあります同じ大きさのタッパを2枚ラップを引きまして、押し固めたら押し寿司作れますので、ぜひご家庭でも挑戦してみてください。ありがとうございました。アサヒモーター株式会社の田辺翔太です。チャレンジマイスターでは車の日常点検、そして車のタイヤ交換作業体験をみんなにしていただきました。普段車に触れる機会がない子どもたちも、その日だけは講師の先生に見てもらいながら非常に楽しい体験ができたのではないかと思います。ぜひ家に帰ってもお父さんお母さんに体験したことをぜひ伝えていただいて、これからも活かしていただきたいと思います。長田健康の永田俊介です。当体験ではコンクリートを実際に練ってもらい、器を作ってもらいました。当日コンクリートを練る作業で苦戦している子どもたちもいましたが、最後には自分の作ったものを満足そうに見る姿を見て、私自身も非常に嬉しく思います。当体験にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。戸賀村支部うまいもん館の米倉健太です。今回のチャレンジマイスターでは、ここうまいもん館でそば打ち体験をしていただきました。初めてそば打ちをされる方が多くいらっしゃいましたが、皆さん美味しいおそばを作るため真剣に取り組んでいただきました。そば打ちができる施設はいろいろありますが、季節ごとの山の表情や、空気感など、自然豊かな中でそば打ち体験ができるのが戸賀村の特色と思っておりますので、今後も足を運んでいただけたら嬉しく思います。私は南砺市城花にて大工工事業を営んでいる南建築の南隆と申します。前回のチャレンジマイスターではチルドレンチェア作り体験を子どもたちに体験してもらいました。とても暑い日ではありましたが、親御さんとともに試行錯誤を重ねながらとても楽しんでいる姿を見て嬉しく思いました。なお、お住まいのお困りごとがありましたら、ぜひ南建築までご相談くださいませ。本当にありがとうございました。株式会社川辺代表取締役の川辺博樹です。今回は初めてということもあり、妻や商工会のメンバーの皆様に助けてもらいながら、なんとかやり遂げることができました。
地域の子どもたちのためにものづくり製造業の楽しさを知ってもらえたと思いましたので、すごく良かったと思います。10年後20年後その子どもたちの中にうちで働いてくれる人が来てくれることをぜひ祈ってます。こんにちは、ゲストハウス板の加藤めぐみです。チャレンジマイスターではこの織機で麻糸を使った織物を織ってもらいました。自分の目の前にあるあの布もこういった織り方で織られていることが多いです。この体験を通じて地元にこういう歴史とかあの魅力があったんだと知ってもらえたらいいと思います。次はこういうお財布とかポーチも作ってみてはいかがでしょうか。お待ちしてます。皆さんいかがでしたでしょうか。南砺市商工会青年部はこれからも様々な事業を行っていきます。その様子を南中部で配信していきますので、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。未来へつなごう南中部。